がとう、ありがとう。プレゼントのやつだ。どっちどっち、これ当たったってこと？あ、皮膚の響き発し始めなかったよ。歯の響きが。歯の響き発し始めましたけど。ありがとう、今日もお話し会ありがとう。お、ほん、ありがとうじゃん。うん、ちょっといただくわ。あんま変わんないかな。そう、今日ね、いちご柄のお洋服ピーポーな女なんだ。ピーポーリーポー。見て、ここもね、つけたもん、ちゃんと今日。かわいい。かわいい。ハマちゃん。ハマちゃんって言われてんの、死ぬ。ハマちゃんじゃないんだけど。ハマちゃんだけど。こんにちは。もう、ウェイヨー禁止って言われたから。ありがとう。ごめん、忘れてた。禁止って言われちゃったから、普通に。お祝いしたかった。ゆきみちさんプレゼント、ひでたらさん決勝ありがとう、ぴょんぴょんアイラブありがとう。そう、次期会の時に着てた服かわチーズ、ひちーさんかわいいありがとう。下はねバリねジーンズなんだけど。え、おきちゃんさんがひーちゃんのことパリピって言ったって思ってたらマイキューさんだったって。こっちは見せよ、パリピだと思われちゃう。ちゃいますよ、マイキューさんから言われたんだよね。この気まずくなりに来ました。もうじゃあ気まずいよ。今日のやつ、エリカワシ、え、そうでしょ。ナズンさん、ハート、そうなの。響きも、お気に入り。キミキさん、結婚してありがとう、契約違反の。やべ、やべ、ちょっと、やべ。チューチューさん、ヒデ太郎さん、プレゼントありがとう。メディスガガさん、ジジ、ありがとう。なんか聞かれた？聞かれてない。なんで？いちごの、いちごが見えてる。ほら、いちご。いちごがいちご着てます。キミキさん、キッソ、ありがとう。今日の服ね、お気に入りなんだ。お気に入りなんだよね、見せたかったんだが。見て、このさ、見せれないけどさ。この待って、どういうこと？このズボン見せたくてさ、今日のね、今日の格好ね、お気に入りなの、まあまあ。禁止？今日はね、これね、あ、ひーちゃんとか言った。ユニクロのね、なんか安くなってたピンクのシャツにね、ユニクロじゃなくて自由のね、なんか似てないこの後ろと。確かにちょっとこのセーターお気に入りです。でこの下がねジーパンなんだけど、このジーパンお気に入りな。これいつかのお話し会つけるね。全身撮りたかったんだけどさ、撮れなかった。今日忙しすぎて。声好き。止まるの？止まんない。カフェさん、ナビュー、ナビ、イリバーさん、え、いちごの声かわいい。え、ありがとう。ありがとう、ありがとう。ノムカズさん、ハート、ありがとう。尾道やめない、浜田さん、ごめん、もう尾道やめるもん。マナトマちゃんさん、こんばん。カフェさん、ハート、ありがとう。今日ギャルかない？いや、それな。今日ギャルじゃないんですよね。いつもギャルじゃないけど。ノムさん、ハート、ありがとう。あー、ねえ、いちご、今日響きメイク違うの分かる？分かんないよね。分かる。分かんないくせにさ。あ、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 どく。おいおい。ちょっと待って。あ、何かが生えちゃう。いいね。ありがとう。なんか生えさせられたいちごに。こんばんは。おら。次のせいさん、結婚してありがとう。契約違反なので、無理です。こんばんは。契約違反おもろ。見て、なんかいちごに作られたね。前髪切ったよう分かったね、結構前だけど。髪型可愛いでしょ。こんばんは、フル。可愛いんだよね今日、本当にいい感じ。最近ハマってる、集めよう。あ、ゆういちくん、ありがとう、ありがとう。カバンもね、プレゼントありがとう、今日来てくれて嬉しかったよ。なんかオンラインでいちご味食べた、緊張するからあんまりうまく喋れなかったけど、来てくれてありがとう。プロイひーちゃん毎日ピンク違うね、だっていいことじゃん。いいことやで。いや、それな、私も思うわ。保護色これめっちゃいい、これ大好き大好き、好き美。そうだよ、ヒータンと間違えてさ、めっちゃ笑ってたよ、巻き髪。ヒータンと間違えるな。ヒーちゃんだ。そう、ヒータンに髪の毛巻いてもらうんだ。そう、マジでさせてね。え、私次決まってる、髪の毛決まってんだから。ヒーちゃんに次ね、私イチゴをねハーフツインにして巻いてちょっとやる。
のでメイクも次やるからよろしく。怖いなんか。よろしく。全部いちごをプロデュースしたいのでさせていただきます。なんかさ熱くね、うん、熱い。響きもねさっきからちょっと思ってたやつ熱いなーと思いながら。熱いよ、ね、熱いんですよ。どんな体勢、こんな体勢天才でしょ、ね、かわいいよね。いっぱい喋ったんだ。今日のメイクも好き。ありがとう。なんか話すの好きやなって思った。薄め今日のメイク。いちごいちごに侵食されてる。ゆうなんか嫉妬するよ。そうよね、うん、大丈夫大丈夫。最近ねゆうな言わなくなってきたかららしいよ。それで響きが次最近言うようになってきた。逆にうん言ってあげてる。いいね。うんちょっと一日だけだったけどね。間違えた。ズボンの見せ方もろ。そうじゃいちごみかんにハマったら見て。なにこれ。えプレゼントのやつでしょ。なんか当たりとか外れとかあるみたい。はあ、当たったらなんかその当たった人がなんかもらえるらしい。え私にちょうだい。見てみかんさん。嬉しみの舞です。みかんさん、ちっちゃいみかんですね。ひらさん決勝ありがとう。これゆいのにもらった。いつからお会いしようです、ね、それなやってたわ。ひーちゃんちやきゃなみ決勝ありがとう。ヘアメイクさん、ここいちごんち隣人に撮ってもらって。巻き髪のサイドポニー、それもう趣味やん。巻き髪のサイドポニーできないでしょ。いちごの髪の長さは、うん、できないわ。できないよ。もう赤ちゃんみたいになっちゃうから。それ今日先輩と話したり写真撮ってないよ。あでもサラ審査さんと喋ってたけど。ありがとう。私ねなんか雪の消しありがとう。私最近先輩に話しかける勇気がないんだよね、はい、いつもじゃん。まひなさんとお疲れ様ですって。まひなさんと目合ったから別にいいもん。今日はもうニヤニヤしてましたね。プルさんを取り合ってるライバル。いや確かに。いや取り合ってるとかじゃなくて勝手に怒られてるんですよ。響きしゃべっくるさんと喋ったらプルさんが好きやん。ありがとう。プルさんは私のこと好きじゃないんだよ。で配信見たら日向坂あたりにいる子かと思いましたって。お褒め言葉か。褒め言葉だよ。 ありがとう。服の色も日向坂って、ね、確かに日向坂になりたいって。ごめんちゃん、ゆうべき食べた、ね、食べた。美味しかった。美味しかったね。ボリボリ食べましょう。メイク変えたって言った後に言ったでしょ。ガシャガチャのペンライト普通に忘れてて気まずいとなった。今日言われて思い出した。言われてたまげて覚えちゃう。何それ。なんか悪くない？聞いたこともなくておもろい。もしか。ひーちゃんの配信見に行ったら、いやだってなんか音がさ、推しの配信ちっちゃいでしょ。ふんふんふん。え、そう、いちごニットなの。ふんうん。ごちなってるよ、響きだよ。その画面を助け、ありがとう。ホーユーさん、ありがとう。みぎさん、こんにちは。自称ギャル、ちゃん。ひーちゃんの声、橋本環奈さんに似てる。絶対そうだよね、それは。え、でもちょっとわかるかも。ハスキーになったからでしょ。多分。え、本当の声じゃないってこと？もう最近自分の声これじゃねえとか思ってきちゃったわ。逆にね。絶対違うけど。声変化した。そう。みかんに改名。そう。見て。いちごがね、ライトにしなとか言って。雲のライト。赤さん。変わる？かわいい？全然変わんなかった。おどラーメンじゃないよ。あ、おのみちラーメン。おのみちラーメン。わかる？出るね。あのさ、もういいよ、もういいよ、めっちゃいいっす。イェーイ。ピクミンみたいな。なんか、これ、当たったんか忘れたんかよくわからない。みーちゃんの頃メイクちゃうよ。ハートありがとう。違う。薄いだけ。薄いだけだよ。聞いて、今日ね、3期しかいないと思ってね。鏡の前でね。おしみさん、マピュー、ね、ガチさん、ありがとう。ピクミン。ピクミン。見られて気まず、恥ずかしかった、本当に。ピクミン。超恥ずかしかったんだけど。で、プレゼントありがとう。話したんだけど、もう恥ずかしいねとかだった。寝ないで、応援してくれてる。寝ないで。リカさんかわいい、ありがとう。しのまさきさんのピューなんか入ってますよ。入ってます。ねえ、おきさん入っちゃった。なんか入ってますね。ごめん、今日は嫌なのに結婚しなげたから自粛する。そうしな。今日行けなくてごめんね。いいんだよ。いちごがギャルだったらみんなギャルやねえけ。そうだよ。え、待って、どういうこと？北沢ギャルだわ。プレゼントありがとう。渋谷の団長さん、プレゼントありがとう。こちらこそありがとう。ゆうき面白かった。ほんまに言ってる？ゆうちこほんまに言ってる？
響今日はちょっと自分発揮できなくてちょっと悔しいんだよね。準備気づいたのいいです。ゆいさん、お疲れありがとう。今日もたくさん来てくれて嬉しかったよ。その推しがピースとか言ってるのは見られなかったけど、めっちゃワンドトルチショーギャルさん違うんでしょ。ゼットでしたよ普通に。ぴょんぴょん、I love you、 ありがとう。あれそんな見られて本当に恥ずかしかった。明日から寒くなるか大丈夫っす。スウェーター、ナイス、オーサンキュー。サンキュー。シカムさん、ドラマ、ありがとう。え、明日から寒くなる？え、なんか寒波来るみたいな。やば。認知、そうで。ニーポも鏡の前でお話し家の練習してた。おもろい。たまゆきさん。山梨基準の時ある、自分が。生き投げ師、ありがとう。津波さん、ありがとう。生き投げ師、ありがとう。こんばんは。生きだるまも、ありがとう。土日の夕方、歌唱力、話し方書いて。いいよ、わなぎに。いや、国10%走りに行ってますからねって。あ、そういうこと？来年の。ね、これなんて読むの？来年の。何これ？えとは何でしょう？えとって何？え、何年みたいな。あ、トラとか、うん。あ、はい。こんばんは。ちょっとわかんないっすね。何なの？牛は去年か。今なんだ？私、トラと羊しか知らない。あ、待って。羊？多分トラ、羊、ね、た、猿、牛、トラ、タツミ、馬、羊。わかんないよ。ちょっと可愛い。ありがとう。ヒーがお世話、ヒーのごめん逆にお世話してもらってるのであるけど。猫かな。うん、猫。だよね。猫。絶対猫だと思ったよ。ブーストメダル？って何？プレゼントなんだけど当たら、当たらんなの。ポケモン好きよ、可愛いから。ドゥイさん本当ありがとう。ミューポン風ヒーターにいじられて怒ってた。かわいそう。カイワレ大根育ててる。育ててないよ。これイチゴがね勝手に上に置いた。何これ。プレゼント口大当たりがツリーメダルが生まれます。ツリーメダルいるそれ。ツってことは竜。ツリーメダルって何わかんない。ユウナがヒーちゃんの巻き髪ずっと喜んでる。本当にね、絶対嘘だよね。ユウナがね、響きが巻いた巻き髪ずっと喜んでるって。あの子嫌がってたよね、めっちゃ、うん、もう嫌だ。でも鏡見たらうんっていう、ちょっと喜んでる、ちょっと喜んでたけど、あの時前髪が嫌がってたよね。あの時前髪がさ、不調だったんだよね、うん、そういうことだよね。今度さすがにえ、あらさ、見たよ、あれ、アマゾンの画面。え、待っていたようにさ、ありがとう、雪の結晶。ほゆさん、ありがとう。さみよ、モテモテくるくるさん。え、響きがモテモテなんじゃないの？違うから。あれ違うから。えでも、くるくるさんモテモテで。うまきさん、うん、雪、雪だるまありがとう。ひろしさん、ありがとう。今日のひーちゃん、学校で授業受けてそうな感じもする。そう。授業受けてます。1つしかない。はい、先生。えひーちゃんってちょっとなんていうかあれなん、わらなんやねん、あれなんて、あれなん、言うなん、バカーンってことやな。あ、言うあれなん、言うなん、あれなん、言うなん。もう一個の方は言えないからね、阪神では。レイさん、ありがとう。え、これタツだっけ。ユキヒラさん、プレゼントありがとう。ドラゴンだよね。こんなわかんないかも。ちゃんは猿だよ。この可愛い子ちゃん旗作って。おい、ね、汚いな、ちょっと。ハートが汚いよ、君。ハートが汚い。待って、今、言うな、みたいだったかも。可愛くない、ポケモン。ちょっと面白いですね。例えば、ハートありがとうとかも伝えてます。ひろしさん、ハートありがとう。ひーちゃんに切ってもらって感想を何回も伝えてる。いや、そう、前髪よな。そう、もうね、1日に4回言われまして、ひーちゃんから前髪切ってもらって、めっちゃいい感じなのって可愛いですよね、本当にね。美容師として、いいことや。そうよ、ちょっと美容師になろうかなと思っちゃって。それな、2つしかないのもんだ。イベントとかで投げてポイント市内で一番ね、ゴゴティーソファ。いや、それな、このソファめっちゃいいよな。うさぎ時両面少な。マジで本当にソファ買おうって思ってる。ひーちゃん、この時間まで元気とか憧れる。やっぱ憧れられてるよ。ありがとう、憧ってくれて。大好き。生きじゃないよ、これセーターで。好きピ。ケンタッキー食べた、食べたよ。あれ、美味しいだった。美味しいだ。これ、このクッション今ぺっちゃんこにしちゃった。いちごのクッション。これでもレモンらしいけどめっちゃ梨みたいで。これいちご。レゴ。リンゴだった。
キューさん結婚したありがとう、規約違反なので。グナーは何か言ってたけんときのこといや特にはいるよ。グラポンありがとう、ヒロシさんありがとう、ヒータおやすみじゃない、ヒーちゃんでしょ。アイスラビュー、グリオさんラビュー、トマンキさんコマンありがとう、ハスキーに聞き慣れてきて、いやそれな、グリオさん来ますって言って、キュークラいらんやろ、いやだ。配信始まってすぐ見かかれたとコメントしてます。え、ほんとに、え、じゃあ天才じゃん、猫するとかあるよな、天才じゃないか、君たちならないよね。エビちゃん、君は自主式、おいえ、見ようよ。え、何を、呪術廻戦見ようよ私さ、2期、うん、2シーズンから見てないんですよね、ちょっと。じゃあ1話には見てないんです。アニメ見てないけど、今からぐらい漫画見たから知ってるみたいな。え、ちょっと見ようよ、見ようよ、ちょっと一人じゃ見れないんだよね、怖くて、うん、ちょっと怖くて、ね、え、1シーズンは全部見たんよ、一人でも見れたけど、うんうんうん、なんか久々に見ると怖く感じてきて、うんうん、そうそう、でも私も最初の数話を見たけど、ね、もする数話1話見たんですよ、見たんだ。お、乃木おたの子が響き可愛いってさ、だって、本当にリピーじゃん。そのさ、落語家さんのやつめっちゃすごかった。そう、待って、今の顔キモかったよね。見せちゃう、見されました。レレンです。シティさんもいいよ、ひーちゃんしばらくの間ラビュー、ラビュー。 15m、 おー、でかいな。なんか今日の話がいつもよりおとなしく感じた気のせい。待って、それな、響きもそうだったんだよね。そう、今日のお話し会さ、めっちゃおとなしかったんだよ、響き。え、多分そう、そう、響きだけね、なんか隔離されて、そう、なんかさ、3期がめっちゃ違うところに集まってんのに、響きだけ全然違う先輩たちルームに入れられちゃって、ちょっと大きな声で喋るの気まずくて。わかる、あれ気まずい、気まずいよね。そう、ちょっと気まずくて、そう、それでちょっとおとなしめになっちゃった。ひーちゃんに、ひーちゃんにガラポン当ててもらったんだって。え、誰誰、名前は、え、遅刻極楽丸さん、くるさんのファンの方。あ、はい、覚えてますわ。何が？チェキ？動画？チェキじゃね？チェキか。すごい。あ、分からん。私が欲しいんだけど。金かな。何？私、金か青だよね。いやー、どっちかな。絶対私のチェキ選んだ人誰もいないから、あのチェキもうゴミにされたんで。いや、それの響きもらいたかったんだけど。買うんだけど。ね。でもね、1枚取ってくれた。猫が取ってくれた。うん、あー、そういうことか。そう、響きが当てて、いい、ね、そう、天才じゃん、響き。よし、さんなピューしかも言ってるわ、キスってるわ。うん、変えられない。今日もめっちゃ寒かったけど、明日もっと寒いの、寒いんじゃない。よし、さかまーかわいいって、ありがとう、かわいい、ほゆうさん、ありがとう、江戸なりは草、え、らしいね、ちゃん、ありがとう、ひーちゃん漢字苦手苦手ですよ。ティーチーさん、ありがとう。ヨーチャーちゃんの。高本愛ちゃんさん、ジージーありがとう。ねえ、したら、うたちみ、むしち、それ、鳥、犬。北さん、そんなおかしいんだよね、だから。ジージーちゃん、ありがとう。これで全部、って。猫はいないよって、猫いないか。めっちゃ欲しい。さすがに。うん、下手くそな猫になってるじゃん。ねえ、このサンタのさ、気まずいね、この、なんだっけ。クリスマスのやつさ、と達成したいんだけど、めっちゃ。ひーちゃんのチェキ言ってたもんね。え？え、その方なんじゃないの？私の次に当たった人、熱かかってひーちゃんのチェキでって言ってたって。え、絶対違うよ。え？え？だって響きのチェキしてくれたの猫ぐらいだったよ、多分。猫響きのファンだよ。あ、ね、りさこ、多分。今日配信したの見た。ユーナいつも前髪必要だから助けてあげて。ユーナの前髪必要な時あんま見ないけどね。持ってきた。うん、うん、いいよ、カズポさん、ビュー、カズポさん、ありがとう。シャツ可愛いだったよね。可愛いでって今クリカのスタンディング買った、やったね。え、うん、販売中か、やった。今日メイクマジで薄め。クリカのね、セトリめっちゃいいよ。
めっちゃいいからよろしく。楽しいよ ね、 ね、忙しいけどね、うん、やってる側はちょっともうねおーおーってなるけど、結構体力がやばいですよね。もうさ、うん、頑張ろうっていう感じだよね、うん、うん、頑張ろうねみたいな感じの瀬取りですね。結構休むのないですよね。だから、まあ、楽しみにしとってやってね。1個ぐらいしかないんじゃない休むの。あ、そう、17日25日ほんまに無理な気がしてるけど頑張りやん。北崎もそれ言いそうになって危なかったんだよ本当に。あ、ねえ、いちごからのやつ見たかも。まあ、髪で悩んでた。綺麗な話か。あ、動画か。来年の話会の日に、ね、いちごちゃんの巻き髪。いや、お話し会の日はね、あの巻き髪できないんですよ。クレさんのこの世で私しか持ってない写真持ってるもん。今日ね、ザッキーラビュー、今日クレさんのファンの方に自慢したんだ、見ていいっつって。いや、おもろいいでしょっつって。え、今日で300ね、会心のはず。え、ありがとう。誰の器もついにやが言ってたよね、猫。え、今日で300だった。ウルピーマン1月8日出ないんですよ。そうね、1月8日キーちゃん頑張ってね、2公演で。そうだよ。びっくりしたよね。普通にびっくりしたんだけど、ビキ意外だった。うん、普通に昼夜どっちか、まあ A と B でね、分かれると思ったよね。そしたら違った。ね、楽しみにしとってや。じゃ、買いました。サンタ衣装、でも衣装わかんない。確かに衣装ね、わかんない ね、わかんないよね。早く言ってよ、早く言ってよって感じだよね。ツイートしたみーちゃん、おー、結婚楽しみ、やった。猫、結婚してありがとう。見る、ありがとう。見るね。結婚しないけどね。結婚なんてしてあげないんだからね。楽しかった、調子の悪い基準がわかんない。あ、ういう、よかった、楽しかったならばよかっただよ。よかったでよ。マウント取ったでしょ、シンプルにこうやって。領域展開、あ、いいでしょ。今お腹鳴った、鳴ってないよ。領域展開したから、領域展開、領域展開。え、確かに出ないならさ、ユーナーも祇園コンサート絶対行けたの。待って、渡辺さん、ラビュー、チリーボーイさん、アイラビュー。京都、ひーちゃんと話したかった。来年たくさん話そう。たくさん話そうね。しょんちゃん、見よう。悲しいよね、聞いて。寝てね。悲しいよね。私もちょっと見たんだよね。あの、なんで漫画を。お仕事してたの今日。話しかでメイクのこと触れようとしたけど、お姉様トークで。時間過ぎました。いいでしょ、それな、それのお姉様トークでね。五条が封印、絶対にないけど。そう、五条が封印されたのは私知ってるんですよ。そう、見ました、そこ。本当に。ごめん、北沢さ、それさ、うん、リエツともその話してさ、うん、ネタバレしないとほしい人だよね。いや、ネタバレしてほしいかも。あ、いいんだ。うん。さ、その後さ、でもさ、封印さ、解かれるよねとか言っちゃってさ、リエツそこまで見てなくて、ひ、うん、ーちゃん見てないやろ。いや、知ってるんですよ、私も。知ってるんや、よかった。はい、封印解かれる。だってまずさ、封印解かれないと思わなくない？うん、解かる。まずまず。うつになったら。うん、はよ、いや、私五条悟推しなんですよ、普通に考えても、うん、なるほどね。そう、なので絶対に封印解けと思いながら泣きながら見てました、そこだけ。そこしか見てないのに。最近だよね、それ。はい、なんか回ってきたんでちょっと見てみましたよ。あ、動画見た。そう、繋いでた、記憶いなかったんだけど。あ、七なので、てくるセラピュー、しょうちゃん、くま、ありがとう。そうしたか、うん、静かだった。そうだったんだよね。マウント、マウントや。さあ、STさん、今日から発売。プレゼントありがとう。ゆきのけちゃん、ありがとう。この前、ゆきりかちゃんさんの隣にいた時といい、いい参加しにくい環境だ。どういうこと、どういうこと。うんうん。こんばんは。ね、髪の伸びたい。参加してぃさん、ありがとう、息抜けし、やーひー、やっすー、ほんとありがとう。あ、同じ内容なんだ、行きたいね、ダメなんだろうね。ゆりさん、やっほー、しーさん、ありがとう。今日みんな、ダイエット対戦したん、いいな、北沢も。しおりさん、ありがとう、息抜けし、おー、また当たってんの、すごっ。それ当たるたらさ、天才当たったらの人、見たことないね。2回鳴ったよ、今日初めてだけど。うん、いいんじゃない、響きの運なくなっちゃうかも。ありがとうじゃん。しおりさん、ありがとう、雪の結晶。こういうさん、雪の結晶ありがとう。
いつも違う可愛さがある。みんなと同じあれね、引いて嬉しい。名前バレバレだよ。あ、何ツンさんと当たった。いちごちゃんクリコン楽しみしますね。おい響きに言えよ、おい猫。みさこの配信さ、ツンさんいた。シャンちゃんハートありがとう。なんとかベースごじゃん。シャンちゃんありがとう。シャリさんありがとう。休み暇がないってネット客少ないの。さあどうでしょう。それはちょっとわかんないよね。ちょっと言えないよね。ねえ本当にシュリさんありがとう。サラピさん、いやこれサラピさんも新潟駅の決勝、ね、イベントやってるから。シャワーブラシを使い始めた。髪の太さが戻ってきた。え、太さとかあるのそれ。コージマリさんナビゲ、ひーちゃんが大好きでしたわ。やめて、え、したいよ、ね、大好きですって言って。楽しいよねそういうの。そういうの一番楽しい。癒しまいないの。ゆっきり休みでといい。今日は珍しくそうなの。いつも誰でやってるってこと。つなめやさん、え、昼より申し込みました。ありがとうじゃん。昼より来てみんな絶対来て。激しい、ね、絶対に来て。今日配信でユーナひーちゃんに会いたがってたよ。だって、こういうよ。ちょっとユーナ呼び出そうや。ユーナおいで。ユーナおいで。誕生日おめでとうございます。言わせて、言ってたよ。行くのけしありがとう。絶対言ってた。両方見れるからラッキーと思ってた。早立ちやろうぜ。え、待って、私も呼んでってこと。同じこと思ってました。どうしようかな。同じこと思ってましたよ。私もA も B も、ね、あると思ってましたんですよ。今日の日イケメンの響き、もしかしてだけど今日イケメン違うみたい。今日あえてひーちゃんの相方に結婚して、え、どういうこと。投げたのダメでしょ。あ、57分ですって。漫画見てないよ。ありがとうございます。ご賞スタルです。ありがとうございます。佐藤さん、え、これ当たるとかじゃないやつか。ありがとう佐藤さん、ありがとう、ありがとう。プレゼントありがとう。栃木の通さん、ありがとう。リースガガさん、13位が1号さん、近くに先輩いるとき名前呼ばれたりとかすると。高松大長井さん、9位が夏の子さん、8位が秀太郎さん、うん、7位が大地さん、6位がくまさん、5位が力ぬさん、あ、そういうこと。3位がかべちゃんさん、ありがとう。エステイさん、ありがとう。外れたって、ありがとう。ではね、13位から13位ゆいちさん、12位そんちゃん、11位猫、10位ひろしさん、9位シェリーボーヤさん、8位エモーティティオエヌさん、7位オグリンさん、6位ユイチユイチくん、5位フォーユーさん、4位ハゼッチ、3位エステイヒさん、2位サトさん、1位ツマモヤさんです。ありがとうございました。頑張るクリコン、ありがとうございました。ありがとう。カランさんって読むのがちゃうな。こんにちは、ありがとうございました。皆さん来てくれて、このあと体感裏で言うの、え、体感のね、うち大好きですねって。またひーちゃんでしょ。あの、ごめん、ありがとうございました。みんなありがとうね。ありがとうございました。お、うささん、いつものビラーボール、ありがとうだーい。あ、ね、縮小しよう。え、いいよ、ちょっとひーちゃんで行く。ちゃんちゃん、イエーイ、おやすみんゴリラ、ひーちゃん映って、おやすみん、おやすみん、バイバイ、バイバーイ、さーちゃん、バイバーイ、じゃん、ひひ、ぜひ、ひひひと、おやすみんじゃん、おやすみぴ、みっぴぴぴ、バイバーイ、え、待って、草生えてる、これは私が生やした、生やされました。ありがとう。バイバーイ。お疲れ。え、いつごから探して見つけたら報告してや。バイバーイ。ありがとう。バイバイ。おやすみ。来てくれて。ありがとうね。コーヒーちゃんに生やさせたから私が。待って、映ってて、草。草が映ってるってこと。映ってましたね。バイバーイ。おやすみ。おやすみ。著作権発生しちゃうミッフィーの。いや、さっき私おやすみんゴリラとか言ってたから。そうそう、ゴリラの著作権が終わらんくて気まぜっと。そうみでそう。私今日くしゃみ6回出ました。バイバーイ、バイバーイ、おやすみ、バイバイ、こんばんは、おやすみなさい。あ、切れた。